こんにちは、こんばんは、あるいはおはようございます、ビビです。 PS 版のアクアリストっていうゲームが3日ぐらい前に発売されたんですけど、まあ、結論から先に言いますが、このゲーム買う価値なしです。というのも、メインストーリーを進めていって4番目のそのストーリーだったかな、これもう途中から先に向いて進まなくなります。自分家の倉庫で、まあ、片付けをしてね、水族館っていうか、まあ水族館を運営経営していくっていう将来ゲームなんですけど、まずは自分家の倉庫が煩雑になってるから、これを片付けなさいと。で、電源ヒューズが飛んでるから、これ6つあるんですけど、うち1つが欠落してるので、どっかにあるから探してここにねじ込めっていうことなんです、まあ、すぐ近くにあるんですけど、で、これを R2 ボタンを押して取れっていう風な指示が出るんですけど、 R2 ボタンを押して取ると、これアイテムが消えるんですよ。下1番2番3番4番5番6番ってアイテム持てるんですけれども、本来であればここに入るはずなんだけど、どこかにね入っていかない。つまりヒューズをここに永遠に差し込むことができないです。この先進められません。まあ本当ね、幼芸こういうの多いんだよね。あのコンセプトは好きなんですけど、まあ、というわけではっきり言います、今のところクソゲー。ただこのバグが治るまではもう買う価値はなしという判断でございます。まあちょっとね、運営に連絡しようかなとは思います。というわけで、取り下げビビでした。頭くるよな、ほんとね、いい加減。海外のねゲームはね、ほんといい加減よ。